大迫勇也のインタビュー。あれはどう見てもレッドカード。これに中国ファンの反応がこちら。中国ポータルサイトジカマキハによると、AFC チャンピオンズリーグエリートディビジョン、東アジア第2戦で台山は神戸に1-2で敗れ、終了間際にはガオ順位のファウルが、両者の衝突を引き起こした。日本メディアによると、大迫勇也は試合後のインタビューで、感情的な怒りをあらわにし、イエローカードしか出さなかった指針に不満を示したという。大迫勇也、あれはレフェリーがコントロールしてくれないと、誰がどう見ても彼がお順位は退場だし、相手の外国人選手たちも、絶対レッドカードだって言ってたぐらいのプレイ、怪我がなくてよかった。この大迫のインタビューを聞いた、中国サッカーファンの反応がこちら。それは確かにレッドカードのプレイだ、やりすぎだよ。後ろからのタックルは、レッドカード。あれがレッドカードなら、南米の選手は、二度とサッカーをプレイすべきではない。問題はここが、南米ではないということだ。個人的にはレッドカードについては、議論の余地はないと考えており、追加のペナルティが課せられる可能性さえある。別の観点から見ると、日本の選手が中国の選手に対して、そのような反則を犯した場合、どう判断しますか？単純な話、相手が誰であろうと悪質なファウルだ。レッドカードをもらってでも、やるんだ。外国人選手でそう言ったのは誰ですか？このような悪質なファウルは、選手たちのプロ意識の低さを示している。正直言って、レッドカードだ。不名誉で恥ずべきことだよ。私たち国内のファンも、レッドカードはやりすぎではないと思っている。レッドカードだ、ライバルファンの私も、そう言った。